こんにちは。テンバーアカデミー堀秀ヒドです。今日はオーストラリアアマゾンのプライムサービス。この開始予定が6月ですという話をね、先日ワールドファーストというオーストラリアのワールドファーストのセミナーに参加した時ね、オーストラリアのアマゾンの社員に聞いたという話があったんでね、それをちょっとシェアしたいと思います。まあ、アマゾン。 当然ね、プライムサービスっていうの入ってる方多いと思うんですけど、まあ、商品検索するとね、プライムサービス使える商品、早く届いて送料無料というのはね、このプライムっていう表示が出てます。アメリカも出てます。まあ、日本も当然出てますね。ところが、オーストラリアにはプライムないんでね、何もプライム表示出てきません。で、まあ、アマゾンのヘビーユーザーとかね、珍しいもの好きとかは、 まあ、プライムサービス入ってて、まあ、プライムサービス入ってるから早く届くしね、m a z o n で頼むものが、まあ、集になってるという人が多いんですけど、まあ、私も日本に住んでた時きそうでしたしね。まあ、ところが、現在は、えー、オーストラリアではそれが、ね、導入されてないと。まだまだシステムも不十分、プライムサービスない。でね、えー、商品自体も FBA に入ってる商品は少なくて、まあ、自己発送の商品が、えー、ほとんどという形でね、 まあ、これを、まあ、全部解決して、システムがちゃんとして、まあ、え、プライムサービスで買える商品がたくさんあると。で、すぐ届くという状態にならないとね、なかなか本当の Amazon の強みは発揮されにくいという状態です。まずそのね、欠けてるピースの一つ、プライムサービスが6月に導入予定。まあ、6月に導入するとき何やるか。 まあ、きっと日本の例とかに習えばね、は、え、じ、ー、めの3ヶ月なり半年間無料という形で、えー、会員を集める広告を打って、なおかつプライム会員向けの、まあ、セールなり何なりをするというのがね、えー、予想されますので、そうなってくるとね利用者も、えー、どんどん増えてくるかなとで。利用者増えた時にシステムが悪かったり、あるいはね配送が遅かったりして、えー、したらどうしようもないんで、まあ、それに合わせてね、 この、えー、リコメンド機能の補充 FBA のね、残り2箇所。まあ最低2箇所ですね。他用意してあるのかどうかわかりませんけど、まあシドニーと、あとブリスベンの、えー、FBA の稼 FC の稼働。そしてキャンペーンをどんどんやっていくんだろうなというのが予想されます。で結局ね、えー、最大の焦点は、えー、年末クリスマスの翌日のボクシングデー。ここでね、えー、他を圧倒して、 やっぱり Amazon 便利でいいねというのをね、定着させるのが狙いでしょうから、まあ、6月のプライムサービスの導入が、まあ、多少遅れたにしても、まあ、年末に向けては、まあ、これらのね、補充を進めていくことは、保管を進めていくことは、まあ、間違いないだろうと思います。で、現段階の、まだまだしょぼいえ状態の Amazon でやるべきこと、ね、現段階で行うべきことは、まず出品可能で儲かる商品を探すと、ね、 えこれ、システムが良くなれば、売れる商品も出てきますけど、少なくともね、現時点でちゃんと出したのに売れない商品が、FC が増えたとか、システムができたぐらいで、0が100とかにはまずならないと。少なくとも、数個か10個か分かんないですけど、もともと売れてたものがもっともっと売れるというのはね、考えられますけど、0が100にはならないんでね、まず、え、ー ランキングがつく商品、ね、売れて儲かる商品を探しとくっていうのは非常に重要です。で、オーストラリアはね、みんな4いどんなんでん、あの、横一線ですという話をしましたけど、まあ、ぼちぼちね、売れる商品を見つけて売ってる人はもう、えー、かなり、えー、取引してるけど、まあ、まだ全然ね、えー、売れてない人は取引ないという状態になってますんでね、これ6月のプライムサービスの開始、あるいはね、えー ボクシングデーのセールの時にはもうだいぶ差がついてますんで、やっぱ今のうちからね、えー、商品見つけて取引重ねていくことは重要です。それと、出品可能だけど税関で注意が必要な商品のチェックと。ねえー、実際オーストラリアね、どんなものが税関で、ね、引っかかるのかどうか、これね、何しろ大量に物が入ったことがないんでやってみないとわかんないんでね、まあ量が少ないうちにチェックしておくっていうのは非常に重要なことですよね。 えー、いきなりね、何百個も送った時に引っかかったんじゃ目も当てらんないんで、まあ、この商品どうかなという商品をね、まあ数個ずつ試していって徐々に増やしていくという形でテストしていく。それと、販売許可が必要な商品の許可申請。ね、えー、このジャンル許可必要だけど、まあ、えー、探しやすいし自信があるとかね、えー、あるいは、えー、メーカー仕入れができるとか、いうのでね、許可取りたい場合にはもう今のうちにしとくと。まあ、他の例を見ても、 ね、この許可申請というのは徐々に厳しくなってきますので初めの頃はね、はそんな書類で通ったのというような書類で通ったのが、ね、後になってみると、ねえー、この書類で通らないのという状態になってきますので、まあ、扱いたい商品が許可申請必要というのがもう分かっているのであれば許可、えー、申請は取っていった方がいいです。 ただ、強化申請を取るにあたってもね、取引ゼロでいきなり強化申請を出してもね、トーんのかいという疑問はあるんで、まあ、最低限のね、50件取引してトラブルなしでしたというようなところまでやっておいた方がいいんで、ま,あ、まずは出品可能で儲かる商品、売れる商品を探すというところからね、ぼちぼち取り組んでいっていただければと思います。 またこのね、えー、儲かる商品、売れる商品探しの方法等については、チャットワーク等でご質問ください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。